ウィックロー産地はアイルランドの首都ダブリンの南に広がる国内で最も広い産地である。最高峰はラグナキリア山、他にキッピュア山がある。産地からはスランデー川が南へ流れ、ウェックスフォードでアイルランド海に注いでいる。この産地は同名のウィックロー県の県央部を占め、県境を越えてダブリン県、ウェックスフォード県、カーロー県に広がる。 ダブリン県民はダブリン山地と相称する。雲母変岩の上水山は標高728メートル。対照的に頂上が丸みを帯びたウォーヒル山は花崗岩でできている。山体は花崗岩をキララから結晶変岩やさらに古い軽岩の岩盤が包み込む。デボン期初期のカレドニア造山運動により隆起し、レンスター山海というイギリス本島とアイルランド島で、 最大の加工岩室の地域の一部をなす。その地市は第四表記に形作られた割合が多く、渓谷を刻み建国と帯状の小将軍を残した。かつては工業も盛んでどう鉛を産し、18世紀初頭にごく短期間、金を求めてゴールドラッシュに沸いたこともある。切っぺが山当面の建国に水を叩える双子のブレイコ、パワースカウトの滝はアイルランドで、 最も落差が大きい。この産地はアイルランドで、最も標高が高い水源からリフィー川、スランレー川、アボカ川が流れ下り、またパワースカウトの滝からダーグル川をたどる川辺などの景観をもたらす。ダブリンとその周辺の住民に配る飲用水用に貯水池の整備が進む。周辺のチーズウィックロー産地の一帯は、海洋性温帯気候に恵まれ、夏季は温暖で、湿潤。 陶器は寒冷で湿潤である。主な植生はそれを反映し標高が上がる。ブランケットで探知からヒース、高知性の草原へと移り変わる。動物層を見ると多くの鳥類が暮らし古鳥原望や灰色中皮が観察できる。渓谷部には新葉樹林と紅葉樹林、混成する森がある。陶芸に残る新石器時代の墳墓この産地に人類が暮らした。 痕跡は新石器時代からあり、中でも一群の古墳が現代まで残っている。6世紀後半には、グレンダロッフホに、セイケルビンという忍者を囲む、修道院軍が石杖を置き、アイルランドのキリスト教布教の早い時代の中心の一つであった。12世紀には、ノルマン人の信仰から、人々がこの産地に逃げ込み、イングランド支配に抵抗する士族が本拠とした。中には、 オブライエンテあるいはオトゥール家など入植者に対して500年にもわたり敵対的な行動を続けた家モも,もある。またアイルランド放棄の時期には反乱軍がこの産地に暮らし、イングランド政府は1800年から1809年に軍用道路を開いて派兵しやすくすると抵抗勢力の反撃を削いだ。産業革命のもたらした観光ブームに乗ってグレンダロッホは古代からの移行と 自然景観を求める人々を魅了した。観光とアウトドア目的で多くの人々がウィックロー山地を目指す。山頂から高原部までは国内法で全域が特別保護区に指定され、また欧州連合の法律も鳥類の重要な生息地として特別自然保護区の規制をかける。1991年にはウィックロー山地国立公園が制定され、 景観及び生物多様性の保全を行う。今でこそ、県の名前を冠した産地だが、県の名前も、市の名前に由来しており、コノルド語の、ワイキングロ、または、ワイキンロに起源がある。アイルランド語の名前は、満タンの境界を意味する、シル・マファントンといい、アイルランドに、キリスト教を広めたパトリキウスの弟子の一人を指す。ビックロー県が、 行政単位となるのは1606年からで、それ以前はダブリン県に属した。ダブリンにいたイングランドの管理はこの一帯をレンスター産地と記している。古語では産地全体をクワルーと呼んだ。東寄りのグレートシュガーローフ山はクワランである。地域の種族が名付けた歴史的な地名も参見される。ビックロー産地北緑からダブリン南高の古名はクワラン または、ファーチャワラン、英語化して、ファーカレンと呼ばれ、イマールダニは古代の王族イマールの名を留める。また豪族、オブライエンの登園の領地グレンマルールはかつて加盟を、サス、ギャビル・ラネルと称した。鉱山町の後ウィックロー産地はアイルランド語の赤い産地を意味する、シュリー・ブルーアと呼ばれた時期もある。 主な執筆者の性のアルファベット順、ありがとうございます。